ゴシーコントロールの紹介とか見てみたいです。はい。ゴシーコントロールって、もともとは改良にマナ加速をして、多かったのクリーチャーや呪文で制圧していくデッキなんですよ。途中からみんなデドガムでマナを伸ばして、ドラサイやレバーでザーリを出して、4ターン目にロストリソールで、相手の手札を捨てさせるんですよね。で、速いデッキにはトリガーのドラサイとレバー、ケブニアッシュがあるし、レバーの上のホーリーエンドを出せば、 クリーチャーを全てタップして止めることができるんですよね。デドダムやレバーの使い方が難しかったりするんですけど、すごくギールマスターズをしていると思うんですよね。さっさとみんな握ればいいんじゃないかなと思います。